フランツ・ゼルテは、ドイツ国の政治家。退役軍人で作られた準軍事組織、鉄カブト団、前線兵士同盟の団長であり、ヒトラー内閣の労働省、マクデブルク出身。父は、ソーダ水や化学薬品を生産する工場を経営していた実業家だった。ギムナジウム、ビルヘルム・ラー・ベシューレを卒業した後、セールスマンとして働きながら、 ブラウン・シュベイク科学技術大学とグライフスワルト大学で学んだ。大学を出た後、父の仕事を引き継いだ。第一次世界大戦では、ドイツ帝国陸軍の将校として出征したが、負傷して、左腕を失った。一級鉄十字章と二級鉄十字章を受章し、さらに大位に昇進した。ドイツ革命により、訂正が崩壊し、さらに、 ドイツが敗戦した後の1918年12月25日に、ゼルテは退役軍人を中心にした、鉄カブト団、前線兵士同盟を創設した。1924年からは、テオドール・デュスターベルクと二人で共同団長となった。ドイツ人民党の党員ともなり、マクデブルク市審議会の会員にもなった。国家人民党の大会にて左側に、 アルフレート・フーゲンベルク反民主主義、反共和制、反バイマール共和国を掲げる鉄カブト団は、保守的な退役軍人から強い支持を集めた。ゼルティア・デュスターベルクの指導のもと、鉄カブト団は、ドイツ最大の義勇軍となった。1929年には、国家社会主義ドイツ労働者党や、他の保守、右翼勢力と連携して、ヤング案に反対する大抗議運動を起こした。 さらに1931年には、ナチス党やドイツ国家人民党、その他の保守、右翼勢力と共に、ハルツブルク戦線を組織して、ハインリヒブ・リューニング首相とバイマール共和制への批判運動を行った。しかし、ナチス党主、アドルフ・ヒトラーは、ナチス党が巨大な保守、右翼連合体の一株組織にされることを好まず、距離を取ろうとするようになった。 また伝統的なプロイセン退役軍人が多かった、鉄カブト団ンの方でも、ナチス党の過剰な反ユダヤ主義思想や社会主義に近い、経済思想に対しては、嫌悪感を示すようになっていった。そのため、ナチスとの同盟関係はすぐに溶解した。その後、鉄カブト団ンはドイツ国家人民党とのみ、同盟関係を維持した。1932年の大統領選挙では、 鉄株と団と国家人民党はディスターベルクを統一候補に立てたが惨敗した。1933年1月に首相となったアドルフ・ヒトラーはまずディスターベルクに入閣を求めたが拒否したためゼルテが代わりに入閣を求められて労働省となった。同年3月の選挙では国家人民党との政党連合を黒、白、赤から出馬し、 国会議員に初当選した。同年6月21日に、鉄カブト団は、ナチス党の突撃隊に吸収されて消滅し、ゼルテも突撃隊代償となった。1934年の長いナイフの夜の際には、ディスターベルクが逮捕されたが、ゼルテの方は、第二次世界大戦で、ドイツが敗戦するまで労働省の地位を保持した。とは言ってもゼルテも実験は、 ほとんどない形式的な閣僚に過ぎず、労働政策の実験は、軍事省、アルベルト・シュペアと労働力配置総監、フリッツ・ザウケルが掌握していた。1935年にはヒトラーに辞職の許可を願い出ているが、却下されている。逆に、プロイセン州政府の労働省の兼務を命じられた。1945年4月、ヒトラーは自殺直前に政治的遺言をしたため、 その中で、自らの後継者として、カール・デーニッツを、大統領、ヨーゼフ・ゲッペルスを首相とする内閣を指名した。ただその中では、ゼルテの名は外され、労働大臣には、軍事省計画局長の手をフックアウアーが、指名されている。ただし、ヒトラーの遺言はデーニッツにより無視され、彼が樹立した、フレンスブルク政府においてゼルテは、労働大臣に留任した。 第二次世界大戦後にアメリカ軍により逮捕されニュルンベルク継続裁判の一つオズバルド・ポール裁判への起訴がほぼ決まっていたが裁判開始直前にフィュルトのアメリカ軍事病院で尿毒症により死去した。米軍の交流記録によると身長は170センチである。米軍の交流記録ありがとうございます。